さあ、体温と来ましたね。曲が、なんか、ダンス踊りそうな曲だな。ここが太陽の塔か。ここに雨の精霊が言ってたてるてるゴーストがいるんだな。ねえ、てるてるゴーストってなんだろう。そうだね、言われてみるとそもそもてるてるって何。てるてる坊主のお化けってことなのかな。てるてる坊主、前に本で見たことがあるの。遠い東の国では明日晴れてほしいとお願いするとき、布で人形を作って窓際に吊るすんだって。その人形の名前をてるてる坊主っていうの。明日晴れてほしいとお願いするときか。確かにそれと関係がありそうだね。ま、どんな相手にせよ、僕たちはそいつらから雨雲の杖を取り戻さなきゃ。あと太陽の精霊も助けてあげないとね。うん、それじゃあ行こう。なんだ？太陽との精霊と一騎を望む者。朝日と夕日両方の宝玉を手に入れ、目の前の台座に収めよう。朝日の宝玉は朝日のいずる宝玉側の台座へ。夕日の宝玉は夕日の落ちる宝玉側の台座へ。それぞれの宝玉はこの塔の中にあり。ほう！この台座真ん中が凹んでいて何か起きそうだな。戦闘設定の書大きすぎてゴミにはまらないな。戦闘設定の書を置こうとするさ、その精神はやばいな。大事なものから何を置いてるんだ俺は。あ、いる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 、なんかいる。なんかおんな。さあ、勝負だ。シャドウ、バッドピクシー。どっちも魔法効かなさそうだけど大丈夫かな。どっちかは魔法効くんだよ。ピクシーは効かなさそうなの。ピクシーはなんかこの前前作やった時に効かなかったんだよ。まあ魔法と殴りでやってみればわかるか。ファイアボール？あ、ウィークネス！ポイズン！スリープ！状態異常巻いてくるんじゃないよ。ファイアボールは効く。で、殴りは効く。逃げられた。逃げられた。何これ、フロートアイ、アルラウネ。アルラウネはもうファイアボールで燃やしちゃおえばいいんじゃない。アルラウネはもう、それは炎ウィークネスでしょ。吸収。アイスラストはウィークネス。この目玉はなんだ、フロートアイ。なんだてめえは。セイントライトが効きそうだな。163。セイントライト。いや、普通に強かった。お、破木の指輪だ。やったー。これあれだよ。沈黙防ぐ指輪だよね。沈黙を防ぐ指輪。うん、うん、沈黙を防ぐ指輪だわ。何これ。もったいないお化けがしすげえ。もったいないわ。もったいないお化けやって。もったいないお化けっていうさ、モンスター初めて見た。いろんなね、まあ僕もいろいろな RPG 作るゲームをね、やってきたり作ってきたりしたけど、もったいないお化けは初めて見たな。ウィークですか。人参やっぱ。あ、強いぞ！こいつら二人の魔力を集結させても倒れないだと？忍者やっぱ必ずクリティカルになり上がるし。もったいないわけ。何なんだ、一体あいつは。ん？宝箱は二つ。どっちか罠じゃないか？大丈夫かな？ほい！おー。こっちは？ほい！おー、よかったー。宝箱開けたらさ、どっちかミミックっていうのをさ、そろそろ期待してんねんな。この制作者、春巻さんがね、ミミック式を採用するかどうかわからんけど。たまには二人掛け使うか。ツインバースト。ホワイトアウト。シャインスパーク。何が効くんだろう。まあ、無属性防御無視だからツインバーストが強いんだよね。結局のところ。行こう！ドカンといっちゃえ！強い！
うん、強い。お、色の違う宝箱。朝日の宝玉を手に入れた。なるほどね。で、もう片方にも行くってわけだ。なるほどね。もったいないおまけが二手になった。お、こっちにも、夕日の宝玉を手に入れた。よーし。これで二つ揃ったね。じゃあ、佐々木に戻ろう。さてと、戻ってきたわけですけども。じゃあ、はめ込みましょう。朝日の宝玉をはめ込みます、こっちに。朝日の宝玉を置いた。で、こっちに、戦闘設定の章を置きます。大きすぎてへこみが上がらないね。夕日の宝玉をはめ込みます。そうすると、何も起こりません。逆に置けばいいってことですね。頭の悪い僕でもね、できるね。簡単な謎解きですよ。よかったよかった。よし、この先だ。あ、まだいんのか敵。まだ奥まであるな。中心部の奥まで行かないといけないってことか。あ、でも、そんなに長くはないね。あ、うん。すぐだね。来たー。さあ、ボス戦が待っていますよ。いよいよだね。ちょっと使えるもんだけ使っとくか。あれ？妹の方が強くなってない？なんか知らんけど、妹の方が強くなったぞ。妹の方がムキムキになったぞ。おお。あ、これあれできないのか。ぷっぺって横にできないのか。妹も、兄に負けず劣らずバキバキになったな、なんか。いいのか、これで。いるねえ。もん？なんだもん、お前たち。お前らがてるてるゴーストだな。雨雲の杖返せ。太陽の精霊もね。ふーん。さてはお前たち、雨の精霊の手のものだっちね。だけどこれは渡せないっち。これが奴の手元にあると、オイルたちの目標が達成できないっち。目標だって？オイラーたちはもともとてるてる坊主。明日の天気を晴れにするのが仕事だもん。だから雨なんて降ってもらっちゃ、オイラーたちは困るんだもん。せっかく明日天気にしてくれと願って作られたのに、雨なんて降った日に使えないとしてないのオイラーの気持ちがわからんもん。ああ、なんてかわいそうなんだっち、兄貴。確かにわからなくはないけど。お前らだって晴れの天気が好きだっち？明日晴れてくればいいと思うち？確かに僕たちも晴れの天気は好きだよ。でも、それが続く、ずっと続くことで困る人たちだっているんだ。雨が降らなきゃ作物も育たない。雨が降らなきゃ水も増えない。私たちが、他の生き物たちが生きていくために必要なものが手に入らなくなっちゃうわ。自分たちのことしか考えず、その上雨の精霊の大事な兄弟を一つにとって、まあね、杖を奪い取るやつなんて、僕たちが許さない！結局、お前らには、オイラたちの気持ちなんかわからないんだもん。なら、オイラたち兄弟がやることはただ一つ。邪魔者を排除してやるもん！来たー！てるてるご、かわいい！え、こんなかわいかったの？いや、こんな可愛かったの、お前ら。いや、可愛いんだけど。可愛すぎだろ。戦闘グラがボスグラじゃないんだよ。今まで通ってきたザコの方がよっぽどボスグラっぽかったぞ。お前ら可愛すぎだろ。さーってと何が効くのかな、君たちは。弱点をつくのが難しそうなんだよな、パッと見。まあ、とりあえず、いろいろ撃ってこうや。
水のカーテン、あ、魔法無効。魔法無効されたわ。そもそも。ダークボール。なるほどね。魔法無効だからダメだと。でも、魔法無効かけるってことは、魔法は効くってことだね。逆を返して。魔法効くね、君たち。恵みの雨。回復。どんなもん？あ、ウィークネス！光が効く。あ、大丈夫。効く効く。光が弱点っていうのもね、ゴースト、太陽光線。ゲールスラッシュ。熱風！なるほどね。なかなか全体攻撃向こうも使ってくるじゃない。エクリエルに基本的に任せて、フォトンレイン連打で行こうか。あ、幻惑か！太陽光線。なるほどね。赤い薬。で、アイテムで赤い薬、赤い薬で回復しつつ、フォトンレイン連打。恵みの雨は降らせるんだね、でも。でもお前らに恵みの雨降らせてんじゃん。ちゃっかり。で、まあ、魔法は打てるから、打つだけ打っちゃおうか。太陽光線。フォトンレインがある以上大丈夫でしょう。強い強い強い。攻撃。赤い薬。フォトンレイン。ほらよっと。フォトンレインが弱点なの分かってしまったらね。あーあー、一体が弟フォトンレインが弱点なの分かってしまった以上は、それそうなるだろうな。可愛いんだよな、でも。倒すのちょっと引き目感じるんだけど。あはははは、終わった。期待すぎたってか、期待すぎたか、これはもしかして。コングラシエーションズ。え、ゼロ、あ、これはまさか、ぐぐ、なかなかやるっちね。だが、おいらたちはまだ奥の手を残してるもん。奥の手、ま、見せてやるもん。行くもん、弟。行くっち、兄貴。ウェザーズ！お、大きくなった？あいつらまさか合体したのか？ふふふ。ただ合体じゃないもん。今のオイラたちは、雨雲の杖の力と太陽の精霊の力を持ってるっち。天気の力を自在に操れるんだっち。さあ、苦しむがいいもん。そうか、まあ、妙に弱いなとは思ってたが、さすがにあったが、第二形態。第二形態か。そこまで、そこまでのね、計算はしてなかったな。第二形態あったか、お前ら。なんだろう、何が効くんだろう。雨雲の杖の力と太陽の杖の力でしょ、かなり厄介じゃないそれ。セイントライトはとりあえず効くのが分かった。光は効くね。太陽光線はやっぱ使ってく、いった、太陽光線いた。ほらよっと。台風、なるほどねー。気圧変動、なんだ、急に空気がどんよりとしてきたような。防御して様子を見るか。防御して様子を見る。防御でいいのか、防御でいいか、本当にそれ反射じゃなくていい。はい、防御、
異常気象。うわあ、なるほどね。なるほどね。あれだ、天変地異だ。要するに、異常気象っていう、天変地異か。なるほど。じゃ、セディントショットのエクリエルヒールで回復で。セイントショットは効くでしょ。オッケー。恵みの雨の回復量を上回ってるから、大丈夫だ。セイントショットで基本的に大丈夫。で、こうなると、太陽光線。まあ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 、受かってる受かってる受かってる。ディフェンド、ディバインスペルでもいいんだけどね。セイントライトでいいか。これで熱風、熱風強いね。セイントショットのヒール、気圧変動、天変地異が来るか。じゃあ天変地異来るんだったらこれで備えるか。異常気象、天変地異、まさかの天変地異だな、まさに。ディヒールと、恵みの雨されちゃった。まあいいや、大丈夫。恵みの雨されたところでよ、こっちで上回れるからダメージは。太陽光線、大丈夫大丈夫大丈夫。武器技、ヒール、もう大丈夫だよ。サンキュー。熱風、武器技、セイントショット、セイントライト、気圧変動、来たね。気圧変動、ローテーションだね。若干若干ローテーション感あるから、まあそんなに苦労はしないかな。あ、ここで気圧変動か。リュミエル次頑張って耐えてね。リュミエル次頑張って耐えてね。まあ321ありゃ大丈夫だと思うけど。うん、大丈夫だね。受かった受かった受かった。受かってんなら大丈夫だ。セイントショットのヒールで間に合う。ファントムミスト、ファントムミストはよくろしくない。当たらない、これが。あ、避けんな。あ、避けんな。避けるやろな。幻惑なんだから。じゃあ交代。あ、そんな、オイラたちの結束が破られるなんて。明日天気になーれー。あれ？ちっさ。てれてれ坊主になっちゃった。実際。針にしてくれっていう人たちの願いが暴走してあんなモンスターになったのかな。さあね。僕にはわからないよ。あ、ところで雨雲の杖は？あいつらが落としたのちゃんと拾ったよ。ほら。おお。よかった。あとは太陽の精霊だけだけど、あー、やっと解放された。あ！あの白シーツお化けめ、よくも私を取り込んでくれたな。次やったらタラじゃ置かないんだから。もしかして太陽の精霊ですか？え、そうだけど、てか君たち誰？僕たちは。そっか。あの子ったら私のために大事な杖を。僕たちはこれから、雨の精霊に
雨雲の杖を返しに行ってきます。なら私も一緒に行くわ。あの子のお礼も言いたいし。いいですよ、一緒に行きましょう。そうと決まれば、リメル、エクリエル、ちょっとこっちに来て。行くわよー。あ、もうワープで行っちゃうと。もうワープで行っちゃった。ここは雨の精霊の一瞬で遠いところから移動できるってやっぱり便利だよね。確かに。さて、早速あの子を呼び出さなきゃ。あ、じゃあ今から精霊と交信してみます。そんなまどろっこしいことしなくてもいいわよ。同じ精霊なんだから。あ、そっか。というより今気づいたけど、私たち、交信の儀をせずに太陽の精霊と交信できてるよね。基本的に、精霊が自分から姿を現したり、こちらから語りかけたりした場合は、わざわざ交信の儀なんてしなくていいのよ。そうなんですか？勉強になります。さて、改めて、雨の精霊を呼び出すわよ。おーい、レイニー、遊びに来たよー。ずいぶん軽いな。その声は、サニー、無事だったのね。ごめんね、レイニー。心配かけて。ううん。謝るのは私よ。あなたのために大事な杖を。ありがとう。その気持ちだけで十分よ。それに、あなたの杖はあの双子ちゃんがちゃんと取り返してくれたわ。リメール、エクリエル、杖を取り戻し、そして太陽の精霊を足し救出してくださりありがとうございました。これでこの地方に再び雨を降らせることができます。早速やってみますね。待って、レイニー。あなたの力だけじゃ大地を元に戻すのは難しいわ。私も一緒にやってあげる。ありがとう、サニー。じゃあ、外でやるわよ。リメールとエクリエルにいいものを見せてあげる。いいものって？見ればわかるわ。じゃあ、行くわよ。あ、やっぱ便利だな。やっぱ便利だな。テレポートって便利だよな。どこここ？サニー、準備はいい？もちろん。では行きます。今、雨の精霊の名において、大地の恵みは雨を降らさん。おお、雨！今、太陽の精霊の名において、大地へ恵みの光をもたらさん。そして、枯れた大地を真の姿へ。おー、元に戻ったねー。一瞬で、雨を降らすだけじゃなく、一瞬で元に戻った。おー、家族村が、家族村も、一瞬で、おー、雨だけなく、村に緑が、なんと素晴らしい。リュウ君、エクちゃん、しっかりやってくれたみたいね。すごい。短い時間で大地に緑が。ねえ、リミエル、あれ見て。虹！虹だ。綺麗。この虹は私たちからの贈り物です。リミエル、エクリエル、今回は本当にありがとうございました。もし私の力が必要だったらいつでも来てください。私もね、困ったことがあったらいつも力を貸すよ。ありがとうございます。またお会いしましょう。それでは私たちはこの辺で。元気でねー。それじゃあ僕たちも行こうか。
うん、村で村長さんや師匠が待ってるだろうしね。その後、村へ戻った二郎を迎えてくれたのは、師匠イザベルのからのお褒めの言葉と、村長をはじめとする村人からの感謝の言葉でした。角川村に雨と緑を取り戻してくれた小さな双子の魔導士、リュミエルとエクリエル。彼らの名前は忘れられることもなく、村で今でも語り継がれているとのことです。よく噛みますね、この銀牛詩人さん。よく噛んでますね。よく噛んでますね。あと、これは余談ですが、エクリエルが拾ったテルテルゴーストの慣れの果ては、その後、エクリエルの部屋に飾られたらしいです。よく噛みますね。セレナードさん。今回の話はここまでです。最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。終わったー。今回もいい話だったね。ただ、てるてるゴーストたちがちょっとだけね、報われなかったね。でも、第二形態があるとは思わなかったな。いよいよ第二形態が来たかって感じがした。いやー、でもね、なんか気づいたら、気づいたらなんですけど、なんで妹が、兄よりムキムキになってたのか、はだはだ疑問です、私は。いやー、でもいいな、やっぱ。このシリーズものはね、まだ他にもあるんでね、ちょっとやりたいと思ってます。はい。出演、リュミエル、エクエル、イザベル、カズカムラ村長、雨の精霊、レイニー、太陽の精霊、サニー、セレナルド、スライム、テルテルゴースト兄、テルテルゴースト弟、あと、てるてるゴーストの多分、声が違ってんじゃねえかなと思う方がいるかもしれないですけど、これ実況ね、日が空いてるからなんですね。だから、初日の声と二日目の声でちょっと違うんですよ。てるてるゴーストたちも別に悪いやつじゃないと思うんだよな、絶対。いやー、確かに、ね、明日天気になあれがこんなことになるとは思わなかったけど、いやー、いいゲームだったなー。今回もサクッと終わるのもいいよね。このお使いを2つ3つこなして終わるぐらいの長さっていうのがいいよね。ちょうどいい長さになってる。あと双子のね、掛け合いを見てて楽しいし、やっぱ装備更新をしてるのが一番楽しい。 RPG 系はね、装備更新してる時が一番楽しい。うん。人の RPG をやるとね、自分もね、自作ゲーム頑張ろうってちょっと思えるようになる。あと。いやー、今回もありがとうございました。いやー、よかったよかった。いやー。あ、虹だー !Thank you for playing. 虹。いいねー。あ、エクリエル、最後までプレイしてください。ありがとうございました。エクリエル、実はおまけのレストランになった。レストランになったよ。じゃあ、OK。それじゃあ案内するよ。あれ、セレナルドじゃないんだ。ここはおまけのレストランだよ。登場人物のみんなと会話を楽しんだり、作者のコメントも聞けるんだ。ちなみに、ここではメニューが開けないので、セーブはこちらのヒーリングクリスタルでしてください。で、この緑の矢印で変えることができます。それじゃあ行こうか。はーい。というわけで、今回も、ね、無事に、終えることができました。まあね、他の作品もね、まだまだあるんで、楽しみにして、プレイしていきたいなと思っております。それじゃあ、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。